昨日教会に着くまで手出すなって言われてたんだけどさ、こんなに殺したくてたまんないやつが目の前にいるのに我慢しろなんてさ、無理だよ無理。なぜだ、それほどの腕がありながらなぜ幕府の犬になど成り下がる。今時剣の腕だけで生きていけると思っているのか。ならばその命を懸けるだけの主君がいるのか。今や形骸化した名誉ばかりを重んじ自己保身しか考えていないような主君ばかりだ。この命を捨てるに値するようなものなど。その通りさ、奴らに利用されているわけじゃない。使えるふりをして逆に利用しているだけだ。おそらく武士の時代はほどなく終わるだろう。しかしどうやら生まれる時代を間違えたようだな。私もお前も。どうした？琉球仕込みの剣もこの狭さじゃ役立たずか！